臨時出口下板橋駅は東京都豊島区池袋本町4丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ03 ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は2番ホーム、大線側にあり、1番ホームとは改札口そばの地下通路とエレベーター専用の個線橋で連絡している。地下通路の途中で 臨時改札口に向かう階段が分岐している。当駅は豊島区に所在するが、すぐ西方に板橋区との境界があり、旧駅舎は板橋区側にあった。台線側には留置線があり、池袋駅終着で折り返し改装となる電車が入庫する。この場所は開業時から1935年まで当駅があった場所で、 現在地への移設後は貨物を取り扱っていた。なお、この留置線は、駅西側と大線方双方に分岐があり、両方向から留置線へ進入することができる。もともと、東上本線の本来の起点は、大塚辻町を予定して、免許を取得していたが、当時の東京市に阻まれ、当駅から開業せざるを得なかった。これにより、当駅川越町駅間は、 施設鉄道法、当駅池袋駅間は軽便鉄道法の下で付設された。そのため、東上本線の起点を示す0キロポストは、池袋駅ではなくこの留置線内にある。また、東上鉄道発祥の記念碑も留置線内に設置されている。当駅が現在の位置に移設されたのは、当時は大仙駅との間に、金井久保駅があり、 駅間距離が400メートル弱と非常に短かったことと、もはや、下板橋大塚辻長官の開業が不可能だと判断されたことが大きな原因である。旧駅の所在地は板橋区であるが、移設先の所在地は豊島区である。2006年度と2007年度の東武鉄道の設備投資計画には当駅の構内改良工事が盛り込まれていたが、 実際は留置線の配線変更にとどまっている。その後、2008年5月20日に駅舎及びホームを現在地から西方のかつて当駅があった電車留置線付近に移転し、駅上に大学病院を開設するなどの周辺地と一体的な高度医療福祉拠点の実現を日本大学と共同で事業化を検討することを明らかにした。 2009年3月31日より発車メロディの使用を開始した。東武池袋駅間区参加の駅長配置駅で北池袋駅を管理する。2020年度の1日平均乗降人員は12,837人である。近年の1日平均乗降乗車辞任推移は下記の通り。かつて下板橋駅大仙駅間には カナイクボ駅が存在したが、東京大空襲による駅舎の被災に伴い1945年4月15日に廃止された。ありがとうございます。